キャライラストで一言。え、僕でも入れる保険があるんですか？ないわ。あの昨日ね、とある方のミラティブ配信に行ってたんですけど、そのまま寝落ちしちゃった。いつもありがとうございます。おそぼんば徳島のパンプキンです。本日もガンバトルやっていくんですけども、世界同時キャンペーン楽しんでますか？で、今回この動画ではですね、ちょっと上手な課金のやり方、皆さんにお届けしようかなと思いますので、ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。で、この動画ってね、なんで課金を進めるんだとかね、いや、俺はスーパーセル全部買うんだって方、ちらほら見受けられます。なので、無課金ユーザーさんと、もうスーパーセール来るたびに全買いする人は、ブラウザーバックしても大丈夫です。はい。まあ、微課金と言いますか。ちょっと課金したいんだけど、どれ買っていいのかわからないって方は、ぜひね、最後までご視聴いただけると幸いでございますというところで、行きましょうか。ね、たくさん、盛りだくさんのスーパーセールが来ております。ね、これを全部買わなきゃ出しませんよって言わんばかりのスーパーセールの数ですわ。で、今回、世界同時キャンペーンのスペシャル枠で、なんだ、そう、ステップアップ流石ですね。1回目が UR プレミアム流石付きの80個4200円。で、ステップ2、ステップアップ流石 UR プレミアム流石付き、のやつが4800円。で、LR プレミアム流石付きが5000円。合計何本これ ?1 万3000円か。は ?1 万4000円ですわ。1万4000円で、これ全部買えるんですけど、高っ高いね。1万4000で、まあまあ大打撃ですよ。まあ1万4000払って、母体出るんっていう保証があるんだったら、買ってもいいんでしょうけども。まあやっぱりね、せっかくね、楽しむんであれば、無課金で楽しみたい。ただ、無課金で遊んでても出ないのが、ガシャであり、ドッカンバトルであり、ソシャゲならではかと思ってます。はい。で、まあ、結局何が言いたいかっつったら、足りなくなったら買えばいい。そう。そういうこと。で、どれ買ったらいいんかって話ですよ。ね。まず、この480円。これ480円、これめちゃめちゃお買い得ですね。8個プラス22。いや、ここ30個でいいやんって、表記ね。表記30個でいいやんとか思いながらも、まあ、500円で30個手に入ることができます。500円、まあそうですね、コンビニ弁当よりも安いかなって、思ってますよ、私はね。昔なんて原付の満タン500円でお釣り来てたのにね、今、立体180円ですよ。ほんま、世紀末やわ。うん。で、次に、この30個1000円。うん、30個1000円は5回、まあ、あるんですけど、合計で5回買ったら5000円で、150個。まあ、言えば、ダブルドッカンフェスで言うところのワンセット弾けるっていう話ですよ。ね、この1000円5回、5000円払ったら、ワンセット、まあ、弾けますんで、まあ、お買い得っちゃお買い得ですよね。うん。で、買うタイミングなんですけど、買うタイミング、この大型キャンペーンってね、もういろんなイベントで、流石、がっぽり、くれます。うん。なので、買い方としては、まあ今、現状持ってるのが、まあ20個だと。全部、ガシャ引き終わって、今現状手元に20個持ってる。で、ダブルドッカーフェスで無料あと1回10連引いたら、無料1回引けるって時に、ぜひ、このね、安い、この1000円枠買うか、この500円枠買って50個にして、で、10連回して、無料10連。引いたら合計でね、流石50個で20連引けるっていう、ことなんで、そのタイミングで買うのをぜひお勧めいたします。美課金の方は、ね。うん。で、ここのね、4000円の90個と、試写購入して言ってる3900円ね、の90個と、5400円の150個。まあ、買うのもいいんですけど、まあ、ワンセットちょっと、今、手元にそうですね、Google ポイントが6000ポイントあるとか、魔法のカード6000、5000買ったとかっていう方は、まあ、ワンセット引きたい、
引きたいって方はね、この5400円買ってもいいですし、まあ、5000円持っとったらまあこれ5回、買ってもいいかななんて思ってるんだけど、うん、そのね、課金の仕方、私はおすすめ、いたします。はい。まあでもね、そのワンセットでね、果たして出るのかって言われたらちょっとわかんないですよね。だからもうね、自分のジンクスも信じなきゃいけないんですよ。結局そうね、神頼みですわ。あのね、私のもう今配信やめてらっしゃいますけどね、名前出さないよ、名前出さないんだけど、いつもねダブルドッカーフェスが来るたんびに神社にお参りしてからフェス引くらしいんですよ。いや、そういうね、自分のジンクス、持ってる方はぜひそれを信じてやるのもいいですね。だからホーム画面、だからこの世界同時の大型キャンペーンに応じた針紙にするとかね、自分の好きなキャラをホーム画面にして、なんかぐるぐるバナーインとかいうね、有名な、ありますけども、うん。まあ、それで、じゃあ出るのかって言われたらね、だってもう、だってね、ガシャは怖えよ。ほんまに。ガシャは怖いですね。なんかこういう、なんかもう何、グランドサマーとかも世界同時キャンペーン始まってるのに、もうさ、こんなんなんか惑わすようなガシャも来たりするのよ、これ。ほんで、そうそう、これ50連ガシャ。200個で、まあ、50円引けるんですけど、チケットで回せるから、流石でね、今引かないで、日曜日のメインのダブルドッカンフェスだけ引くことをお勧めします。もうここなんてもう、チケットで引けるしさ。うん、全然、無視していい、無視していい。とにかく、世界同時キャンペーンの、ダブルドッカンフェスと祭り伝説降臨祭を引くことを私はお勧め。いたします。うん、ちょっと話それたけどね。まあまとめますと、あと10連引いたら無料1回引けるって時にこの安値の480円買うとか、1000円の30個買うとかして、ガシャを回して、いった方がいいですし、そういう買い方の方がうまくこのドッカンバトルと付き合えるかなと思っておりますというところで、少しでも参考になったよって方、ぜひね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。はい。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。